もともと鶴の曲作り自体が3人でそれこそちっちゃいネタを一緒に広げていくみたいなやり方だったので、自分のそのイメージがあればもちろん主張するんですけど、ボーカルの中のイメージがすごくやっぱあるっていう時はボーカルの意見に寄り添えるようなドラムだし、プラスアルファこんなのどうみたいなことはあるんですけど、みんながそれぞれ意見を出し合うみたいなことが多いですね。高校生の時にイエローモンキーのコピーバンドをやっていた時、公民館で練習してた時に、あ、今俺たちすげえいいんじゃね、これ合ってんじゃね、かっこいいんじゃねって思った瞬間はあります。多分その快感を味わったせいでまたどっかで味わいたいっていうのが、それを続けていっちゃったんですよね。他の楽器がふわって入ってたら、それはそれですごいかっこいいと思うんですよね。むしろちょっと欲しくなるじゃないですか。でもやらないですよね。ドラムとベースとギターとボーカルとコーラス2本、その中でやるから面白みもあるし、まあ苦労もあるんですけど、3人でやれる限界でやるのが一番面白い形になるかなっていうのが今のところの流れです。もちろんメロディーとか歌詞とかっていうのはあるんですけど、根本はやっぱり、ね、踊れるリズムかどうかっていうところだと思うんですよね。でもまあやるときは自分が出したビートに周りはもうそれ乗っかってくれるしかないし、でもこれで正解ですっていう顔して叩いて、でも本当の正解はやっぱりボーカルなんですよね。例えばボーカルがすごくゆっくり歌ってる、ゆっくり歌いたいのかなって思って、ちょっとテンポを落とすとじゃなくてもたりたかったんだと、俺はそのビートに乗っかりながら後ろめに歌いたかったんだ。だから正解はボーカルにあるんですよね。やっぱり昔から俺が何か走っちゃったりもたっちゃったりしても、メンバーはそれを感じて合わせてくれるので、俺がコントロールできない時はついてきてくれる。そこはもう信頼関係ができているので、3人が合ってたらかっこいいんですよ。やっぱりずれてようが、もたってようが、走ってようが、みんな誰も冷静じゃない瞬間なんてすごいあって後でその映像を見たらすげえ走っちゃってるなとかあるっすけど、まあそれがかっこ悪くないからいいんですよね。なんかドラムのサウンドっていや難しいなってずっと思ってますね。今ドラマーの立つせないっすよ本当に。全部打ち込みでやれちゃうんですもんだって。でいい音でできちゃうし、だけどどっかでやっぱり生に追いつけない部分があるような気がして、自分の出音の特徴があるので、どうしてもそれっぽくはなってしまうというか、逆に言えば自分が叩けばそういう音にポジティブに言えばなる、自分のその思ってる音と自分がどうしてもそういう音になってしまう音とのミックスした音になるのが多分ツルサウンドなのかなっていう感じですね。でもまあツルとしてのドラムで考えたら、僕はやっぱり生でやっていきたいなと思う。はい。一体何なんですかね音楽って。僕にとってはやっぱり歌詞。でもそれはただの詩ではなくて、メロディーに乗っている言葉がその感情にフィットして寄り添ってくれる。それが誰かにとって自分のための音楽なんだって思えてもらえるものができ作れるのが僕の理想です。